オリコン3位で、ね、写真集だと1位です。そうなんですか、はい、どうですか、その売れてるのを聞いて。あ、売れてるんですか、はい、すごい売れるのかどうかすごい心配なところも ありつつ、あんまり売り上げとかは気にしないでおこうと思ってたのでその売れてるよってこう言っていただけてすごい嬉しいです。結構もうそのタイトルの通りで普段着の私が多くて、なんか写真もその自分で見た時になんか気を抜いてる写真が結構多くてあ、この時撮られてたのが使われたのかっていうのが結構多かったので、普段のその活動してる時とは結構ラフな感じになってるかなと思います。また別のいつもと違う別の一面が見えるってことなんですかね。そうですね、完全に普段の感じで、うん、これですね、うん、これはどこがなんかすごい近いんですけど珍しく写りが良くてなんか自分的にすごい気に入っていますし、なんかシチュエーションもあの部屋の中なので、なんかこう身近に感じられる写真なのかなと思って。あの珍しく写りがいいっていうのは普段写り悪いですか写り悪い自分では悪いと思ってます。なんか高山さんが結構、ね、はい、過激な写真があるっていう。そうですね、まあ、見開きなんですけど、うん、2ページ使って、うん、あのお尻が、うん、お尻しか写ってないページがあってそれです結構恥ずかしかったですか。恥ずかしかったですし、撮られてることも気づいてなかったのでこの完成を見て、うん、あってびっくりして、うん、すごい撮られてたんやと思って。お尻は自信ある方ですか。いや、全然普通人並みかなって。乃木坂ではね、珍しくっていうかほぼダメだった水着が今回。そうですね、ソロの写真集出しますって言われて、うん、えってなって、うん、すぐにで水着もやりますって言われて、もうえってなって、だからそっからどうにか水着なしでできないかってずっと考えてたんですけど結局無理で。それはあの交渉はしたんですか水着なしでみたいな。少し言ったんですけど、うん、まあ、でも多分これで最後の、うん、最後になるならいいかなと思って、うん、最後になる、なんて言うんですかね、水着の姿を多分ここだけ、うん、もうこれだけでしか見せへんようにしていこうと思ったので。やっぱ恥ずかしかったんですか。恥ずかしかったですもう着たくないです、はい、もう着てくんないんですか。着ないです。ファンの方望んでるかもしれないです。望んでないですよ全然。ちなみに、まあ、今回ファーストですけど、例えばセカンド発売するとしたらこんなことしてみたいっていうのあります。セカンドは出せないです出せないんですか。また見たいと思ってますよ。いやそんな贅沢すぎるので一冊で。西野さんかなり控えめなんですね、はい、また次 その乃木坂からソロで写真集を出す子がきっといると思うので、そっちを楽しみに。今日のイベントに応募した方が過去最高の11,230になったらしいんですけど、1万人以上のファンがいるっていうのはすごいですね、はい、嬉しいです。嬉しいですけど、ちょっとなんか申し訳ない気持ちも、うん、申し訳ないっていうの。なんか私全員が当たったわけじゃないんですよね、うん、応募なので。なんかすごいでもありがたいなって思います。ほとんどのんのの編ね、モデルには決まりましたけど、はい、どっちの方向で今後はアイドルなのかモデルなのか。あ、それはちゃんと乃木坂の方は、うん、をやっていくんですけど、その中でそのののさんでは、なんかそんなにめっちゃモデルさんって感じの体型でもないので、でもそれなんていうんですかね、ののさんで出させていただく体
から、こう読者の方に親近感を感じてもらえたら嬉しいなと思って、こう読んでてもやっぱあこの服可愛いけどこんなすごいモデルさんやから似合うんやろなとかよく私も思ってたりするんですけど、でも私やったらなんかちょっと短かなと思うので、そういう風に頑張っていきたいなって思ってます。まさに普段に。